あの女の子、じいちゃんの隠し子。普通のサラリーマン大吉、そんな彼の毎日に現れた亡くなったおじいちゃんの隠し子。保育園でスカートダメだから。保育園バカだ、俺カッコつけちゃったよ。子供一人育てるのがどれだけ大変だか分かってるの？あんたがうろたえてどうするのよ。大吉、ありがとう。これは汗。大吉も死ぬ？大吉も死んじゃうの？いくら親戚の子だからってどうして川内さんが犠牲にならなくちゃいけないんですか？所詮あなたは誰かの代わりよ。結局母親は？凛を娘だと思うべきではないという決心は妊娠中に。子供は誰が助けてくれるのか分かってんじゃないのかな。今の凛ちゃんには大吉がいれば大丈夫。凛は俺なんかといていいのかどうか正直わからない。だけどこの夏、とびっきりキュートな感動を届けます。うさぎドロップ。